はいどうも、トコジャニオタの菊池と申します。さあ今回ですね、森本慎太郎くんについて語りたいなと思います。まあ、慎太郎くんといえばストーンズのメンバーであって、まあ、その中でも一番末っ子のねポジションなわけなんですよね。そんな慎太郎くんなんですが、実はジュニアの頃ストーンズになる前めちゃくちゃエリートだったわけなんですよね。まあ、その辺について今回語りたいなと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめにこちらが若かりし頃の森本慎太郎くんになります。もう今と全然違いますよね。同一人物とは思えないぐらい、まあ可愛らしいねキャラだったわけなんですよね。2006年にね、まあ、中華屋さんでご飯食べていたところ、ジャニーさんに直々に声がかかってスカウトされるっていう珍しい方法で入所するわけなんですよね。まあって言いますのも、慎太郎くんはね元平成ジャンプの森本龍太郎くん実の弟なわけで、まあ、先に龍太郎くんがジャニーズに入所していたんですよね。でジャニーさんが間違えて、まあ、龍太郎くんと間違えて慎太郎くんに声かけて、まあ、スカウトの流れになったっていうわけですね。慎太郎くんはね入って早々、まあ、お兄ちゃんの龍太郎くんが出演していた受験の神様ってドラマに、まあ、実の兄弟役としてすぐにドラマデビューしています。あとはイベントとか、まあ、あの「少クラ」とかでこの兄弟揃って同じステージに立つって機会が多かったんで、森本兄弟ファンっていう方も多かったですね。慎太郎くんは入ってすぐの頃は今の平成ジャンプの山田くん、中島くん、知念くん、で今のストーンズの京本大我くん、お兄ちゃんの龍太郎くんたちと、まあ、よく活動していました。で2007年平成ジャンプが結成されて、まあ、デビューした後は、まあ、主にね大我くんとセットでよく活動してましたね。で2009年、これがすごいんですけど、映画スノープリンス、まあ、日本版のフランダースの犬ですね、この映画の主役になんとジュニアながらに抜擢されるんですよね。その主題歌もね森本慎太郎くんが担当するわけで、まあ、スノープリンス合唱団っていうグループを組むんですよね。今のハイハイジェッツの井上瑞稀くんとか橋本涼くんとか、セブンメン侍の中村玲也くんもいます。でこの曲で CD デビューも果たします。なのでこの頃の慎太郎くんは、まあ、映画やドラマによく出演していましたし、でバラエティ番組のレギュラーもありましたし、でちびっこジュニアのセンターで、まあ、まとめ役でもあったんで、小さなタッキーって言われてたわけなんですよね。もうあのジュニアのリーダーみたいな感じですよね。まあ、少クラで慎太郎くんが歌う時は森本慎太郎くんメドレーとも紹介されてました。この頃の慎太郎くんがいかにすごいかっていうのが分かりますよね。ですが2011年以降から、まあ、徐々にねそのジュニア環境っていうのも変わってきます。まず平成ジャンプのデビューから4年の、まあ、2011年ですね、まあ、あのバレーボールデビューっていうのが当時あったんで、まあ、V6 とか嵐とかニュースとかですね、うん、その季節があったんで、まあ、誰もがね当時、まあ、大人気だった慎太郎くんが選ばれると思ってたんですよね。まあ、慎太郎くんを中心とした、まあ、グループができるんやろうなと予想してたんですけど、実際結成されたのがセクシーゾーンと、まあ、全員が後輩なわけなんですね慎太郎くんの。まあ、不魔剣はね当時、まあ、ジュニアのトップだったんで、まあ、わかるんですけど、まあ、まさかね若手だった、松島聡くんとか佐藤勝利くん、まあ、リュウスくんが選ばれるとは誰も思ってなかったですね。セクゾが結成されてからはちびっこジュニアじゃなくてお兄さん組とよく活動するようになるんですよね。今のストーンズの、まあ、田中樹くん、ジェシーくんが所属していた、まあ、ヒップホップジャンプっていうグループとよく活動するようになって、2012年にね今のストーンズメンバーであるこの6人でドラマ出演を果たします。でこのドラマでは慎太郎くんが一番メインのポジションでしたね。まあ、今ではジェシーくんがセンターってイメージあるんですけど、このドラマの中では慎太郎くんが一番主役でした。ですがここがね結構不思議なとこになるんですけど、まあ、このバカリア組で少クラとかで歌う時はなんか知らんけど、まあ、森本慎太郎くんの歌割りっていうのが全然なかったんですよね。で徐々にねバカリア組での活動も減って、まあ、自然分裂した後、まあもう他のジュニアたちとも平等扱いになると、まあ、あんだけ押されてたんでもう違和感しか当時なかったですね。2013年14年頃あたりは正直もう若手メンバーの方が人気はありましたね。岸くんとか神宮寺くん、まあ、今のキンプリメンバーとか、お兄さん組で言えばジェシーくんがもうセンターってイメージはもう当時ありました。なので当時ねもう仕事も減っていた慎太郎くんはもう教師になろうと、まあ、ジャニーズを辞めようと考えていたとかねよくテレビで発言していますよね。相当悩んでいたんだなと感じます。でもね2015年にバカリア組が戻ってきて、なんやったらストーンズっていう公式グループになるわけなんで、まあ、これ本当良かったですよね。もう今ではね CD デビューも果たしてもうデビュー組としてもう頑張っているわけなんで、まあ結果論ではありますが慎太郎くんはストーンズとしてデビューして、まあ、良かったかなと個人的に思っています。まあこれ余談なんですけど、セクシーゾーンの菊池風磨くんとか同じストーンズの田中樹くんは入った当初慎太郎くんにめっちゃビビってたみたいですね。やっぱ慎太郎くんがもうジュニアのメインみたいなとこがあったんで、まあ、そういうエピソードもあります。まあ、本当にねもう昔の慎太郎くんと今の慎太郎くんを比較すると、まあ同一人物と思えないですよね。もうキャラクターも変わってますからね。めちゃめちゃ可愛らしいキャラだったんですけど、もう今ではねもうバラエティめっちゃ上手な、まあ、軽いキャラになってるんで、
あとはもうガタイもねめちゃめちゃ大きくなってますし、うん、ほんまにイケメンになったなってとこですね。ぜひ皆さんの感想とかお聞かせください。本日動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。